ボログダは、ロシア連邦、ボログダ州の州都。スホーナ川、北ドビナ川を経て、八海に流れるボログダ川に臨む。モスクワから北に、約500キロメートル。人口は293,046人。ロシアでは高品質のチーズやバターで有名。州立技術大学と例人像1,147年の、ノブゴロド広告の年代記にボログダへの最初の、言及が見られる。 通り抜けられないほど深い森の中に村と教会がありノブゴロドの人が住んでおり、八海から遡ってきた小舟をボログダ側から引き上げ、ボルガ側の支流まで運んでいた。彼らはこうして北欧や八海からギリシアやペルシャまで交易をしていた。1273年にはモンゴル帝国の襲撃を受けている。ボログダ中心地から2キロメートルの場所には、 スパソプリルツキー修道院が建っているが、これは1371年に、ラドネジの聖セ,セルギーの弟子の一人が創建したものである。ドミトリー・ドンスコイの保護下でこの修道院は、北部有数の大地主へと急成長した。現在の建物は大動乱期に、ポーランド軍に攻められた後に修復されたものである。ソ連時代に修道院は閉鎖され博物館へと変わった。 1412年には、ノブゴロド公国からモスクワ大公国に活上され、最北部の前哨地となり、ボログダが初めて重要な地となった。15世紀末までには、ボログダは従来の中心都市だったベロゼルスクに変わり、ロシア北方の中心的な都市となった。ボログダのソボルナやヒロバイバン内帝の命によって、1570年に、当時のロシアでは最も大きな制度の一つ、 聖ソフィア大聖堂が完成した。以後、北ドビナ川や八海を経由したヨーロッパとの交易が盛んになるにつれて、ボログダは飛躍的な発展を遂げた。また、スホーナ川やビチェグダ川を通じてのシベリアとの交易においてもボログダの果たした役割は大きい。1780年にエカチェリーナ2世によって、ボログダ県の県ととされた。ボログダのパノラマ。 ありがとうございます。